皆さんどうもこんにちは、ザッキーです。本日はこちら村山実選手の配球動画撮っていきたいと思います。今回のね OB 第1弾で初登場となった村山選手、球種の方はご存知フォークスプリットとストレートの3球種のみなんですけれども、早速ですが皆さん、この村山選手どう配球するのが強いと思いますか？はい、大半の方がアウトコース真ん中のラインからフォークスプリットを投げ分ける配球を中心とする配球を想像したんじゃないかなって思います。これもね確かに強いです。事実、まあ、いろんな配球のレパートリーを出すためにはここもね使っていかなきゃいけないところかなって思います。まあ、なんですけれども、これだけでなくもっとね強い配球がこの村山選手にはあるわけなんです。それをね今回ご紹介していきたいなって思います。それではね早速やっていきましょう。どうぞ。それではまずは練習試合の方で解説やっていきます。ここでねまた皆さんに質問なんですけれども、村山選手と打席で仮に対戦した時、皆さんなら何を待ちますでしょうか？僕の予想ではフォークを一番に待つ、頭に入れるっていう人が多いかなと思います。まあ、スプリットをね頭に入れるっていう人もいるでしょう。ですけれどもここで一つ出てきてない球種がありますよね。そう、ストレートです。これだけね変化量もあって特徴的な2球種を持っていて、ストレートを待つ人ってなかなかいないかなと思います。だからこそ村山選手を配球する上で一番重要なのがこちらのストレート中心の配球をするということなんです。なのでね初球はストレートからまずは入っていきます。インロー甘めのストレート、最初のバッターみたいにね1球で打ち取れれば最高なんですけれども、待ち球じゃないと見て見逃す人もねたくさんいると思います。だからといって相手側としてはワンストライクノーボール追い込まれているわけではないので、打つ側としてはね待ち方をねすぐには変えない方が大半なんですね。だからここでねもう一球こちらにね同じコースにストレート行くわけなんです。実際にランク戦の方でね村山選手 A ランク登板させてみて、まあ、最初からねストレートだけをずっと投げてみたんですね。この方ね打率が5割くらいの方だったんですけれども、このように途中まで集まってストレートのみで抑えられていたわけなんです。この方はね1番バッター2球目を打って打ち取ったわけなんですけれども、まあ、2球目をね見逃してきたら、まあ、次はこのように真ん中低め中途半端なところからスプリットを投げていきます。これねめちゃくちゃ強いんですよ。2球ストレートいったら3球目ワンチャンあるんじゃないかってなると思いますので、ここでねフォークもしくはスプリットっていう頭に相手としてはなるわけなんですけれども、まあ、2ストライクノーボール、カウント的にもボール球使っていいカウントなわけじゃないですか。だからこそ遊び球はいらないんです。プラスさっき話した通りフォークかスプリットだったらやっぱりフォークを待つ方のが多いんですよね。なかなかね小さい方を待って大きい方に合わせるっていう方が難しいので、まあ、これはねそういうものだと思っていただきたいなと思います。まあ、なのでカウント的にもフォークで誘ってくるかなっていう思考、もしくは3球連続ストレートワンチャンあるんじゃないかなっていう思考に相手が陥っているところでスプリットを投げて打ち取るっていうわけなんですね。このね配球はね本当に打ち取れます。これがフォークを使わずして抑える配球なんですね。では実際に今ご紹介した配球を用いるのと並行して他に使える配球も少し試合動画の中でご紹介していきます。途中からね村山選手を超高速ルールで投げさせた映像になります。最初のバッターは今ご紹介した通りの配球ですね。相手の方はめちゃくちゃねリボン持ってる方なんですけれども、まあ、この試合ではないんですけれども、この配球ねピッチャー出場者の方から三振を奪うこともできた配球なので、まあ、上手い人ほどハマる配球なのかなと思います。この3球目ですね、真ん中低めのスプリット、このように三振取れてますね。では2人目から解説していきます。1人目でストレートとスプリットだけで三振してるわけなので、どうしてもね意識がそっちに行っちゃうわけなので、2人目への初球甘いフォークなんですけれども、このようにゴロになっています。フォークという球種の存在があるからこそ他の2球種が生き、さらにその2球種があるからこそフォークの強さが生きるわけなんです。3人目映っております。真ん中低めキワキワのスプリットからですね、なかなか今のところも手が出づらいところです。そしてさっきスプリットを投げてるところから低めに外れるフォークですね。そして続いて3球目になります。3球目はど真ん中からのフォーク、これも結構強いんですよね。このように真ん中のコースにおいて段階的に視点を上げていく配球もめちゃくちゃ強いです。4人目のバッターに移っております。初球インローキワキワのスプリット、
真ん中低めだけに限らず、低め際際のスプリットはね、カウント球として非常に有効かなと思います。そして同じ方から大きく外れるフォーク、一見いらなそうなねボールに見えるんですけれども、低めのコーススプリットしか来ないんだっていう風に思わせないためにも今のボールね非常に必要です。今投げたね3球目の最初にご紹介したね真ん中低めのスプリットもフォークが来そうなコースに投げてるから強いわけなんですね。そして最後忘れた頃にストレート、若干振り遅れてるからこそのライトフライですね。はい、本編としてはねこんな感じになりますが、いかがだったでしょうか。村山選手の配球まとめるとこんな感じです。2球連続インロー甘めストレートからの真ん中低めフォークが来そうなところからスプリット、2つ目真ん中低めキワキワスプリット、真ん中低めギリギリ外れるフォーク、ど真ん中の落ちるフォーク、忘れた頃のストレートも有効ですよと。そして3つ目シンプルなねアウトコースの投げ分け、この3つ目は本編ではねご紹介しなかったんですけれども、最初にも言った通りアウトコースの配球も強いので、上2つをねより活かすためにもアウトコースの投げ分けも取り入れていくといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからもね配球動画、ピッチャーの動画メインで出していきます。少しでもねためになったよっていう方いましたら、ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。では